はーい。よし。じゃあ、いよいよ行くぞ。このシナリオはね、まあ、岩下さんを選ぶ、桜の木、新設桜の木のなんたらっていうやつなんですけど、まあ、例によって、すべての展開を見ようかなという意気込みで、行きましょうか。岩下さんがどういうことになるんかな。ちょっと見てみようか。いきなり桜の木が背景に。ちょっと待って、私が4話目の話すんだったらわざわざ新聞部まで戻ることはないわ。あ、まだ現地におるんか。私が話そうと思っていたのもこの桜の木の話だから。そうやっけ？そうやっけっていうか、この流れは初めてか。私の名前は岩下明美、3年生よ。それにしても、福沢さんが3話目のに、桜の木の話をした時にはドキリとしたわ。俺もドキリとしたよ。こっからは、俺が好きな選択肢を選んでいくんでね。そうなん、ごく一部のに人が知ってる伝説か。おう、岩下さんがどんなことを。え？嘘なん？え？嘘なんか？ほう。ほうほうほう。作り話なん？なんか福沢の妄想やったんか、あれは。ああ、なんか、つかんわけやな。じゃあ岩下さんの本当の話を聞かせてくださいよ、俺。私めに。おう、作家の才能ないない。絶対売れんってあんな。なあ。詐欺師かしら。ボロクソ言っとるな。岩下さん。挑発してるな。怒らないでちょうだいね。ああ、真実か。まあ、3年やったら年季が入っとるわな。戦時中にここが死体置き場になっていたですって。おう、追求してるな。バカらしいにも程があるわ。それ以上に恐ろしい光景は山ほどあるじゃないの。岩下さん、そんな恐ろしい光景を見てきたんかな。さすが魔王とのもなれば、人間の村を焼き払ったみたいなことをしてきたんかな。なんかこう子供をなんか北斗の拳みたいにさ、子供がこうなんていうの、親がこう縄で首を吊られかけてるのを子供のが頑張ればなんとかなってるみたいな状態を、こう遠くから椅子に座ってわっはっはみたいな感じで見とるとか、そういう残酷なことをしてきたんかな、岩下さん。まあ岩下さんの自伝はまあそのうち出版することになるかもしれないんで、そちらを参照してもらったということで、そのことに関しては私も認めましょう。この辺りはね、戦国時代、おえらい遡るやないの、に大きな合戦があったことで有名なのよ。あなた歴史を勉強した？戦国時代、ろくに食べ物もない人たちが何を食べて暮らしていたか知ってる？もう米じゃないんか。何万石とか言うぐらいから。言わないけれどって、やっぱりカニバリズムですか？はあ、はあははあ、うわぁ、マジなんかな、これ。史実なんか？それは無限だったのかしら。あの頃の類々たる地帯の山は、この桜が育つための養分を十分に与えたんじゃないかしら。はぁ、そんな遡るか。なるほど。なるほどね。お花見なんてできないわね。人が死ななくちゃならないわ。岩下さんが言うとただことじゃないな。本当に怖い理由は何なんですか、岩下さん。戦時中に死んでいった兵隊たちのものでも、戦国時代に死んでいった武将たちのものでもない。まあ、そんな、今までの話なんか、一個人の、なんか、バカみたいな話も中にはあった、一個人のしょうもない恨みとかが
かなり脅威になってたんやけど、それを上回るっていうんか、戦国時代の話とか、うん、なんか世界系みたいな話やな、うん。え、普通に生活をしていた人たちの強くて邪悪なこの世の執着心。普通の人たちね。ん？ああ、そうなん。別に死人がどうこうっていう話じゃないんやな。何ですか？どういうことなんですか？約束？岩下さんと約束っすか？なんか嫌な思い出がいっぱいあんねんけど。走馬灯のように頭の脳裏をフラッシュバックすんねんけど。ああ。ああ、最後まで、それは聞きますよ。お付き合いしますよ。もちろん。え？何があっても、ここから動かないでちょうだい。まあじゃあ、岩下さんの言う通りにしましょうか。はい。お願いします。なんか嫌な予感するな。じゃあちょっとあっち行ってくるんでここで待っててねみたいな試験をされるんじゃないんか、これはもしかして。ありがちやけど。ん？枝を見てもらえるかしら。太く伸びている枝は。首を吊るのにちょうどいいのよ。なんなん？岩下さんはなんでそんなことに詳しいの？やっぱり何人かやらせたんかな、そこで。次お前の番だみたいな感じで。別名？首吊り桜？え？この枝で首を吊った人がいる。この枝で首を吊ると天国に行けるという噂がある。もう首を吊った人がいるんじゃない？そのまんまなの。え？話は単純じゃない。何なんですか、岩下さん。やっぱり誰かに強要されて。岩下さんやろ、これ。桜に選ばれるのよ。何者やね、桜は。いけにえ。誰やねん、じゃあ。そうやろ。そらそら、そんなもんなってたら、えらい騒ぎになってるやろ。そうなん、結構今まで学校が無茶なことをして隠してたと思うねんけど。結構人が死ぬの日常茶飯事みたいな学校やろ、ここは。そら不気味ですけど、何が言いたいんですか、岩下さん。まあそら聞かん、そんな話聞いてたらな、来る気せんは。え、どういうこと？自分で木の下に埋めてしまう、どういうこと？そらそうやな。なんでやねん。心配しない？みんなの頭から。なるほど。なるほど。なんか、そういうシナリオを読んだことはありますよ。恐ろしい話やな。すごいな、桜。それはちょっと興味あるな。なんでそんなことすんの、桜は。嘘つき。危ない。嘘つきが大嫌い。カップルたちの集いの場。純粋な高校生ばかりでね。手を握る握ることさえ恥ずかしい。へえ、そんなもんですか。
まあなるほどね、禁欲的やったんやな、ストイックやったんやな、なるほど、ときめきメモリアルやな、うん、うんうん、なるほど、出た新キャラ、広岡邦夫、織原はウイコ、初子ウイコ、うん、というカップルがいたの。広岡と織原か、この二人も桜の木の下の伝説を信じ、いつか二人で口づけをし永遠の愛で結ばれることを夢見ていたわ。うん、なるほど、いいんじゃないですか。うん、あ、いい話ばかりじゃない、悪い話。もし愛し合う二人が口づけをする瞬間を誰か他の人に見られたら、それはちょっとリスクが高いな。そうやろな。なるほどなるほど、難易度を上げてるわけか。夜中とか、まあ、でも夜中来たくないわな、こんなとこ。早朝とか4時ぐらい、まあでもそこまでしてな、信憑性があるかどうかも不明やん。伝説は伝説のままか。二人だけで撮っておくものだった。なるほど、いい思い出やな。でもまあそんないい話であるわけがないわな、こんな話になってるわけやから。なるほど、でもまあ二人が愛し合ってるんやったらそれが一番いいと思うんですけどね。今はだらしない男が多いから。そうなんか。まあ今はちょっともう、女性が強いからな今は。来たか、ついに。何なんですかこれ、織原さんだとその何やったっけ、広岡かの二人が怨念になってるわけか。織原さん、もしよければ僕と二人であの桜の花の下に行きませんか。エスコートしてるじゃないか。頬をあからめてコクンと、かわいいやないか。いいやん、もういい話にしとっけよそこの。岩下さんは人の心などを見透かしてるっていう言葉。さすがもう人間を超越してるな。いつがいいですか。ちょっと晩をやめとっけよ、怖いから。お任せしますもなんかな、どうでもええんかいって感じやから。まあ朝早くにしたら。えらい、健全やろ、でも。もう今までみたいな、もうあんなんはやめた方がいいと思うんで。あっさりしてる？おー。ちゃんと伝わってるやないの。お、微笑ましいやん。いいやん。まあちょっと雨はな、嫌やな。まあ、どん天模様になられるとちょっと、夜と大差ないのでは、みたいな気持ちにはなる。いや、お前。相手が勇気を振り絞ってお前指定したんやから雨でも行けよんなもん。そんななんか買い物行くんやめろみたいな話しちゃうねんからお前。これはあかんやろ。おい。いやまあそらそうやけどさ、でも雨の中みたいな話でも、絵にはなると思うで。いやーこれはちょっと歯車が
きしんでるな今。うん。ん？もう結局満月の晩なるんかよお前。ねお任せにしてもどうせんじゃあ満月の晩にしましょうみたいな話。やっぱ朝やったら盛り上がらんからっていうこのどう思うこの幽霊たちのセッティングを。え？この予定調和をどう思いますか皆さん。ほんま。もうなんか腹立ち。イラサチさえ覚えるな、この、なんていうん、自然な流れじゃないけど、こう、仕組まれた感が。手玉に取られてるな。それ以上の言葉はいらないの。うるさいな、お前。恋をしたことのない人には分からないでしょうけど。あなたには分かるかしら？ふん。それでついに満月の晩がやってきたの。日が一日と近づくにつれ、二人の心は高鳴りときめいたわ。もう満月の晩ですけどね。うん。うん。うんうんうん。来たか。嫌やなぁ、もう。何があるんやろ。待ちましたか？いいえ、今来たところです。すごい、敬語で話し合うんか。真面目な二人やな。うん。ありえへんやろ、今。そうでもないんかな。もうなんか、成功してるような気がすんねんけど、すでに。成功はサクセスの方の成功ですよ、もちろん皆さん分かってますよね。うん。ああ、汗が手に汗かいてる。うん。これは忘れられない日になるやろうな。いろんな意味でな。これから起こること。うん。おお、夜桜はな、確かに綺麗やろな。うん。ん？見てはいけないもの。ああ。なるほど。先客がいた。うわあ、やっちゃった。誰やその二人は。うわあ。もうそこはちょっとバレんようにしとった方が。うわ。うん。とりあえず逃げるか。うん。逃走劇や。うん。待ってくれ。これはかわいそうやな。だからその日の朝にしとけばよかったんや。これはちょっと残念な事故やな。でもなんかバレたらやっぱり恨まれるってことかなんか、なんかな、これは。そういう報復的なことをされる。僕たちのせいじゃないから気にするのは、これでいいんじゃないんかな。気にするなと言われても、このことにこだわっていたら僕たちの方が不幸になってしまいそうです。敬語か。そう思いませんか？だから気にしたらいけないんです。わかりましたね。なんでそんな脅迫的な。もうちょっと悟したれよ、ちゃんと。ああ、そうか。納得したんやったらいいけどな。まあ、理にかなってはおるわ。え？それはちょっと、愛を確かめ合おうって。やめや。
はあはあ、あでももう一回あの桜の木に行くっていうのはやめとった方がいいんじゃないですか。うん、逆襲されるぞ。うん、マジかよ。これ桜の木より上から吊られてないかこれ角度的にありえなくない？幹はだいぶ下の方やぞどっから吊られてんねんこれ。まあそんなのよりも首を吊って死んでいるか一生。そこまで気に病むか。いやそらさ、確かに見られたら不幸な未来がっていうのは、まあ、この結果でもそうやけどさ、これは、それはな、こんなことされたらたまらんな。いやまあ昔の人ってお前どれだけ昔やねんそれは昔の人って言うほど昔でもないやろ。え？そらそうやろ。もう行くなってんなもん。またお前、今度お前らが見られてお前らがみたいな話になるやろ？わざわざ学校に集まんなよ。僕のせいです。そうなんか。じゃあ、やっぱ説明しとくべきやったんかな。なんや。お前たちが殺したんだ。誰やねん。あいつら二人か。お前たちが見てしまったせいで二人の若い命が、えらい大演説やな。頭の中でこんな長い文章が読み上げられたらそら怖いわ。二人の若い命が失われたのだ。お前たちが横島な考えを起こさなければ時は平和に流れたのだ。お前が本当に責任を感じているのなら、その責任とやらを取ってもらおうじゃないか。誰やねお前は。どこの立場の人間やねん。横島な考えってわけじゃないやろ。誰？岩下さんちゃうんかこれ。重苦しくて優しさのかけらもない。何な責任を取れってどういうこと？責任を取る必要はない。ここはあくまでもう突っぱねようぜ。あれは仕方がなかったんだ。だから僕たちが責任を取る必要はない。俺もそう思うけどな。常に見られてしまうリスクは背負っとるっていうことを自覚してやらんとあかんのちゃう？これは。行ってしまったのよってやっぱり悪い方向に作用すんの。それが間違っちゃないと思うねんけどな、言ってることは。若い者はすぐに熱くなるからな。お前たちに時間をあげよう。いつまでとは。何これ、ちょっと風間っぽくないこいつ喋りが。時間をあげよう、いつまでとは言わんがな。反省しろ、そして責任を取ろうという気持ちになったらまたここに来い。必ず来るんだ。言っておくが逃げても無駄だぞ。何をさせるつもりやねん。
うん。うん。何やねん。無その責任を取らされなあかんねん。あいつらが自殺なんて道を選ばんかったらええだけの話やし。うん。忘れましょう。うん。うん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 。うんうんうん。その、嫌な記憶を忘れるぐらい抱きしめろよ。うん。うん。まんじりともしない。夜が明けると、何事もなかったかのように、また朝が始まった。うん。うん、まあ、そらそうか。うん。そこまで、まあでも死なれたらなぁ。影を落としてるぞ、あの事件は、二人に。うん。うん。うん。男の方かい。男の方はもっともう、鳥頭みたいな感じで、そういうのをもう忘れてしまわないと。うん。もう、男から言ったらあかんな、これは。ああ、どっちもどっちか。じゃあしゃあないな、もう。やめとけって、お前、それは。やめとけ、その、なんて言うんかな。犯罪を犯した犯人はもう一度現場に戻るみたいな、推理小説の原則じゃないけどさ。それをやると、死亡フラグやからな。真面目な二人。まあでもこの勤勉さじゃないな、真面目さでなんとか見逃してもらえないですかね。なんか物分かりの良さそうな声やったしな、一応時間をあげようみたいな話で甘いかな。福沢が？チリゲは美しい。もう酒が進むと。風はないけれど、ハラハラと舞い散る花びらが、あたりに積もって、それはまるで、それは舞い散る桜のようにと。かぐわしい甘いような香りが、だから単独行動やめろって。二人で行け。お待たせ。お無事に戻ってこれたんか。瓶？なるほどね。でも今まだあるってことは。なるほど。でも今、もろにあったよな、今、桜の木が。ある意味美しいかもしれんけど。一人で喜んでいた。なんてことをしたんです。何も燃やさなくてもよかったじゃないですか。まあでもありっちゃありなんかな。いやでもこんなん人が来ると思うな。事件になるな、これは。男の方はもうなんか興奮しておかしなことになっとるな。あはははっていうことはなんやろ。総的に、はしゃいでるやないか。心に
変調をきたしたか。え、またあれかよお前、新井事件やん。あの風間と新井の喧嘩で新井が死んだ時に消火炉に放り込んだらなんか火が燃え移ったみたいな絵の話でもあったな。なんか絵を燃やそうとしたら先生がボーって引火して死んだみたいな。そんな簡単に燃え移るというか、うまいこととなるか、ならんよ。なんか死んだやつはみんな陰険になるな、陰湿になるな。ああ死んじゃった、どんだけやねん。なんか風間みたいやなこのいつ。責任を取るっていうのはやっぱりそういうことなんか。で桜の木は相変わらず健在と。死体は見つからない。だから誰がんじゃその話を語ったんやっていう疑問は、まあ魔王が上空から見てたみたいなことで OK ですか。このように存在した事実さえも消えてなくなった。ますますおかしいやろ。どうやって知ってんねんじゃ。なんで岩下さん知ってんのそんなこと。桜は燃えたんや。燃えたと言ってもちゃんと気は立ってたわけか。何事もなかったかのように。なんで知ってんのそんなこと岩下さん。みんな忘れてんのにさ。そうそれ。夢？嘘。おい、鬼塚、おい。もうその二つの約束守ってるやん。動かないこと、中断しないで最後まで聞いたし。これから話す話をそいつに話せ。もしそいつがどちらかの約束を破ればその場でお前の身代わりになってくれる。じゃあ助かってるね今。セーフやな。よかったよかった。もうあの二人が仕組んだことかこれ。もうあの二人は完全に悪役側に回ってるな。桜が首吊り事件があってから変わってしまった。無念な気持ちを糧にしてね。まあ分かりやすいな。もう夢を見てから一週間以内。じゃあそろそろやばいんじゃない？守りましたよ。よかったね。助かったよこれ。ちょっと待って。じゃあ岩下さんは鬼塚を生贄に選ぼうとしたっていうこの事実はどう扱われていくわけ？岩瀬さんは鬼塚を生贄に選んだよな。それはなんか鬼塚に対してなんかないの？選んでごめんねみたいな。もうそんなんはいいんかな。もう岩瀬さんやから、岩瀬さんやから許されるんかな。なるほどな。なんかいきなりハッピーエンドというか一番大丈夫な選択肢を選んでしまったみたいやけど、一応じゃあ残りもまた次回見ますか。じゃあ今回はこの辺で。お疲れ様です。